からは、JAXA の太陽研究者が語る太陽重大ニュースということで、座談会形式で太陽ニュースを深掘りしていきたいと思います。今回は私たち日の出プロジェクトに所属している大学院生4人と、そして私鳥海でお送りしていきます。学生は M2 の吉田美奈美さん、 M1 の鹿島壮太さん、清水理子さん、寺岡浩平さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、ではまず一つ目のニュース、DKIST が初めて再送観測画像公開ということですが、このニュースを解説していただけるのはどなたでしょうか。はい、M1 の清水です。よろしくお願いします。お願いします。 DKIST っていうのは、アメリカが建設した地上太陽望遠鏡です。世界最大の口径を持つ4メートルの大きさになっています。ハワイのマウイ島の標高およそ3000メートルのところに建てられています。 DKIST ができる前は世界最大となっていたのは口径が 1.6 メートルのものでした。なので、面積で言って6倍以上の大きさのものができたということになります。これは今年の8月に行われた落成式の際に公開された、初めて撮影された彩層の画像です。細かい髪の毛状のような、細い筋がたくさん見られていて、これはスピキュールと呼ばれる、磁力線に沿ってプラズマが存在しているのを表しています。なんかこう、また明るいところからこう、はい、筋が伸びているようになってますね。これがプラズマがこう伸びているっていうことが見えてるんですかね。また大きい、この画像だと黒っぽい、2つ大きな蜂の巣のような構造が見えます。これは潮流上斑と呼ばれるような構造で、これも鮮明に見えているのが分かります。なんかこう明るい網目状のような模様がこう大きくいくつか見えていると思うんですけど、それが潮流上斑ということですね。吉見さん、DKIST によって今後数十年間にわたって非常にこう今見られているような精度の高い、視力のいい太陽表面付近の観測ができるようになると思うんですけれども、清水さんが今行っている研究、例えばこう X 線の装置開発とかあると思うんですけど、そういったものに対してどういうふうにこの DKIST というのはプラスになるでしょうか。そうですね、はい、私は、今は、太陽フレアの X 線を観測する実験に参加しています。で、私はやってるのは X 線ですが、DKIST は可視光から近赤外線の波長に対応しています。そこでそのような違った波長を組み合わせて観測できるということで、私たちの実験が目指しているものでと、DKIST も目標としている太陽フレアを詳しく理解するというところに、つながっていくと考えています。なんかこう太陽だとその見る波長帯によってこう見えてる大気の高さが違うんですよね。可視光とか近赤外とかだと太陽の表面付近が見えて、今清水さんが言ってくれたようにこう X 線だと、より上空のもっと高温のコロナとかが見ることができて、それを一緒に同時に観測するとこの上の方で起きるような太陽フレアが下がどういうような状況になっているから起きるんだっていうのが理解できるようになるっていうことですよね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、実は太陽の観測っていうのは DKIST のように地上の太陽望遠鏡だけではなくて宇宙からも観測できるんですよね。でそれを行っているのが私たち JAXA 宇宙圏の日の出衛星というものですよね。ということで鹿島くんにはこの日の出の紹介をお願いしたいと思います。鹿島くん、よろしくお願いします。はい、鹿島です。日の出衛星についてのお話を簡単にします。日の出衛星は JAXA 宇宙圏が国立天文台と協力して作った太陽観測衛星になります。打ち上げられたのは2006年の9月23日で、去年で15周年を迎えました。で、日の出衛星は日本では3番目に打ち上げられた太陽観測衛星で、その前に日の鳥陽光衛星があります。日の出衛星は3つの望遠鏡を持っていて、それぞれ可視光で見る望遠鏡の SOT で、極端紫外線望遠鏡の ICE
そして X 線望遠鏡の XRT を持ってます。太陽の大気は層状になっていて、光球よりも上空の再層やコロナは決まった波長の光を出すので、日の出の持っている3つの望遠鏡で見ることによって太陽の上層大気を同時に観測できて、例えば太陽風の流言の特定などいろいろな物理現象の解明に役立てます。なるほど、まあ、やっぱりこう太陽いろんな波長で違う波長で見ることによってこう太陽のさまざまなその大気の層を別々に、存在する層を同時に観測できるんですよね。だからこう太陽の表面から、まあ、上の方の上空の高温のコロナまでをこう同時に観測することで、まあ、太陽の表面がどういうふうに変動するから上空のコロナがどういうふうに応答するっていうそのエネルギーの流れが調べられると思ってこう3つの望遠鏡を搭載したわけですよね。例えば、この日の出衛星には X 線望遠鏡 XRT っていうのが載っているわけですけれども、一方で鹿島くんも次世代の X 線検出機の開発にも取り組んでますよね。こう、はい、そういった X 線の次世代の観測装置が実現すると日の出と比べてどういうふうに新しいことができるようになるんでしょうか。私は現在X 線望遠鏡特に、まあ、高精度な X 線ミラーの開発研究をしています。で、まあ、何が高精度かというと分解能がよくって、まあ、人間で言うとかなり目がいい X 線望遠鏡を作ろうとしています。でそれがまあ実現すると日の出の衛星でも見つけられなかったような、まあ、太陽大気中のもっと細かい構造を見ることができるんじゃないかなっていう期待をして研究を進めています。はい、ありがとうございます。はい、続いてのニュースに行きましょう。この1年間で太陽活動度が急上昇ということですけれども、このニュースを解説してくれるのはどなたでしょうか。はい、私寺岡から解説させていただきます。あ、現在の黒点11年サイクルである25周期の黒点数が1つ前の24周期よりも多い状態で推移しています。黒点数が11年周期で増減を繰り返しているのはご存知の方が多いと思いますが、なぜ増減するのか、各周期最大でどのくらいの数になるかということは黒点観測が始まって、数百年経過する今なお謎のままです。黒点の数は太陽の磁気活動の活発さの指標となるため、重要となります。25周期の最大黒点予測では過半数が24周期よりも多くなると推測していますが、果たしてどうなることでしょうか。答え合わせは数年後になります。はい、ありがとうございます。今黒点の数がどんどん増えていくということをお話ししてくれたと思うんですけれども、一方で、はい、その黒点が存在するところには非常に強力な爆発現象のフレアが起きますよね。はい、やっぱりそのフレアっていうのも黒点の数と合わさってこう一緒に増えていくようなものなんでしょうか。はい、まさしくその通りです。そのため今年3月末から5月上旬にかけて大型フレアが6回発生しました。フレアとは主に磁石の1ペアをなす黒点の境界のコロナ大気上空で起こる爆発現象です。余分なエネルギーが溜まったねじれた磁力線があることをきっかけにして磁力線が接近してつなぎ変わることでそのエネルギーが一気に解放されて起こると考えられています。コロナ大気の磁力線は直接観測はできませんが、紫外線で見るとぼんやりとした構造が見えます。こちらも電磁波が発見されるさらに昔の約150年前に発見されましたが、発生に至る条件やいつ起こるかなど未解明な部分が今なお残っています。フレアの爆発によって、大気物質が飛び出すことが多いです。それが時折地球まで到達して、地球の磁場と相互作用します。そして地球に到達した粒子が地球大気にぶつかることでオーロラが発生します。もしそれだけのものであればむしろフレアがたくさん起きてほしいと願いますが、しかし、私たち自身に直接影響はないものの、宇宙空間などで悪影響を及ぼします。例えば人工衛星の故障を起こしたりするなどの被害が想定されています。過去には、フレアによって
発電所がダメになって、停電したこともかつてありました。そのため総務省では今年4月に有識者会議を開き、100年に一度程度起こりうる規模のフレアが発生した場合の被害想定の見積もりも公開しました。結果としては2週間程度の通信障害やメートル単位の GPS のズレ、人工衛星の運用制限、極域の飛行制限、送電網への影響といったことが起こります。現代社会においてそのような事態になると経済的に計り知れない打撃を与えるため、地震のように発生を予測することが極めて重要になります。こう太陽と地球の観点、つながりっていう観点でいうと、吉田さんも太陽と地球の関連性を研究していますよね。はい、吉田です。そうですね、太陽から地球までどういう影響を与えているのかっていう研究をしてます。今図が出てると思うんですけど、太陽も先ほど言ってたように磁石みたいな構造をしてます。で、なんか理科の実験とかで磁石に砂つけて砂鉄がこう磁場の形が浮き上がるっていうのと同じように、太陽が黒点が少なくて静かな状態の時っていうのはこういったその磁石に砂つけたような形と同じような形をしてます。磁場、太陽の磁場構造をしてます。でこれ静かな状態なんですけど、先ほど言ってたように黒点がたくさんあるともっと複雑な形、こんな形になります。でこれもさっきと同じように緑だとかピンクだっていうのはもっと伸びて、太陽から伸びて地球の方に向かって伸びていく磁力線っていうのを表してます。だからさっきと比べると随分複雑な形になりましたね。これはなんか、そうですね、何が起きるとこういう形になってしまうんでしょうか。これは太陽の磁場っていうのは N と S が実はその黒点と同じように11年周期で反転していくっていう現象が起こってるんですけど、その反転していく途中、黒点が増加していくとこういうふうにぐちゃぐちゃした反転する途中みたいな形をとってます。太陽全体として南半球北半球で大きな一つの磁石のように磁力線が伸びていくけれども、一方でその太陽の表面にいろんなもっとちっちゃい、太陽全体から比べるともうちょっとちっちゃい黒点がいっぱい出現すると、それぞれ N 極 S 極を持っているせいでこんな非常に複雑な磁力線の配置になるということですよね。で、見比べるとこんな感じになるんですけど、これ結局はこの緑とピンクの部分、いつもその惑星間空間、地球と太陽の間の空間だったり、地球の方まで磁場が流れているっていう状態になります。で、宇宙空間ってプラズマで満たされている、粒子がたくさんあるような状態なので、磁場と粒子っていうのは相互作用しているので、磁場がどういう状態なのか、太陽と地球の間の磁場、太陽からどういうふうに磁場が流れているのかっていう状態を知ると、宇宙空間のその様子っていうのがとか、太陽が地球にどういう影響を与えているのかっていうのを知ることにつながっていると思います。はい、吉田さんどうもありがとうございました。はい、ここまでの、ニュースで太陽の詳細な観測を地上とかそれから宇宙から行う、それは、地球にも影響を及ぼすということをご紹介してきました。で、実は JAXA 宇宙研ではこの今回ご紹介に出てきたような日の出で得られたよりもさらにその先の、太陽観測、それから太陽と地球につながるような物理過程の解明を理解を目指して、新しいソーラーシーという衛星を検討開発しています。で、このソーラーシーというのは2020年代後半の打ち上げを目指して JAXA が中心となって、 NASA、ESA、それから世界中のパートナーの国と検討開発を行っているミッションになります。で、太陽のコロナがなんで100万度というような非常に高温に加熱されているのか、それからこれまでお話にも出てきましたけれども超巨大な爆発現象である太陽フレアがどういうふうにして起きるのかというものを、今までの日の出ではどうしても分からなかった謎に迫るミッションになります。こういった研究を行っていくことによって、太陽でどのようにエネルギーが解放されて、でそれが磁場に従って宇宙空間に流れ出していって、でやがて地球とか惑星にどういうふうに影響を及ぼすのか、この大きなストーリーを俯瞰するような研究ができると期待しています。
はい、ここまで、お送りしてきました、太陽研究者が語る太陽重大ニュース、いかがだったでしょうか。皆さんもこれからぜひ太陽に注目していっていただけたらと思います。それでは引き続き、JAXA 宇宙研の特別公開をお楽しみください。では、これで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。